よいしょ。実際確かめてみたいと思います。どうも食の贅沢です。今回はかけるだけで何でも燻製味になる調味料クミエンを紹介していこうと思うんですけれども、このクミエン、もう燻製は匂いがするんですけれども、僕カルディ行った時に面白いから買っちゃったやつなんですけれども、面白いなっていうのもありますし、何より疑問に思ったことが僕実は2つあって、で1つは果たしてこれをかけたら何でも燻製味になるのか、あとは通常燻製になり得ないものでもこれをかけたら燻製味になるのか、これは気になりましたね。なので今回は実際にこのクンミエンを使って、この疑問を食材を使って確かめていきたいと思います。ではこのクンミエンを開けてみたいと思います。で結構疑問に思ったのが、ハンバーグやコロッケの味付けに、あとチャーハン、カレーライス通常では考えられない選択肢がいっぱいあるのが結構面白いなと思いました。そう、まずはちょっと色を見てみましょうか。結構色は燻製っぽいですね。ちょっと味見してみます。おこれはすごい。ではファーストラウンド、このクンミエンを実際にゆで卵につけたら、クン玉みたいになるのか、ちょっと味見してみたいと思います。ではいただきます。ちょっとつきすぎた。香りはすごい燻製の感じですね。で味はちょっと茹で卵でも割と燻製感きてますね。じゃあ次第2ラウンドいきたいと思います。じゃあ次第2ラウンド、サーモンですね。これをクンミエンにつけて食べればスモークサーモンになるんじゃないかと思ったんで、よいしょ、実際確かめてみたいと思います。ではいただきます。これはすごい、かなりスモークサーモンしてます。多分ですけど、味の濃いものと組み合わせるとそっちが勝っちゃって、でちょっと淡白めのもの、野菜だったりとかサーモン系だとスモーク次は第3ラウンドやっていきたいと思います。最後は燻製唐揚げを作っていきたいと思います。唐揚げは燻製味って聞いたことがないんで、今回ここで試していきたいと思います。ということでクミエンを入れていって、どれぐらい入ればいいんだろう、こんなもんでいいんじゃないかな。それであと料理酒よ。それで通常であればここで胡椒を入れたりとかニンニク生姜って入れるんですけれども、今回は実験も兼ねるのでクンミエンと酒のみでやっていきたいと思います。ちなみに香りは酒の匂いと燻製の匂いがする。ではここに片栗粉を入れて混ぜて揚げていきましょう。では果たして唐揚げは燻製に合うのか試していきたいと思います。それいけ。そう、心なしか、なんか見た目もちょっと燻製っぽいですね。これ本当に燻製味になるんですかね。ではこちら揚げていきたいと思います。ではこのクミエン唐揚げですね、お味はいかほどにということで味見してみたいと思います。ではいただきます。なんか後味に来るタイプ、噛めば噛むほどちょっとずつ燻製の感じがこうふおんふおんふおんってくるような感じです。あ、余韻がすごい。ということで今回はこちらのクンミエン、これを試してみたんですけれども、予想以上に燻製です。かなり幅広い料理と相性が良くて、特に野菜、肉、タンパク系の魚、かなり相性が良くて面白い調味料になってます。ぜひ試してみてください。でこの動画をいいなって思ってくださったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あと周りの方に面白い調味料を紹介する料理動画があるみたいな、そういう感じで言っていただけたら幸いです。ということでご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。ちょっと今回はキャッチフレーズに苦戦しました。というのもこの魔法、これ入れたかったんですけど、クンミエンがちょっと魔法っぽくねえなっていうか、白魔法よりも黒魔法って感じですね。